この動画ではですね、ここに書いてありますこと。普通のビジネスマンである私は、英語の発音をどの程度改善すればよいのでしょうか。こういう質問に対して、極めて明快な、一つの説例をですね、示したいと思います。で、英語の発音ってですね、英会話学校なんか行かれてる方は、常にね、各セッションでなんか何かしら直されたりすると思うんですけども、でもね、じゃあどこまで目指せばいいんですかって、例えば先生に聞いたときに、ネイティブを目指す必要はありませんよ、とかって言われると思うんですよね。で、私もそれは同感です。なんですけども、ネイティブは目指さなくてもいいけれども、どこまで目指せばいいんですかっていうことに関して、非常にモヤモヤしたものを持ってる方って多いんですよね。でそういう方に対して、私が、こういう方であれば、こういうケースであれば、このぐらいのことをできるようになってください。母音はここまで話せるようになってください。子音はここまでできるようになってください。そういう明確な目標の説明を示したいと思います。はい。で、まず基本なんですけど、目標設定の基本ですね。これは上の丸の2つに集約されますけども、まず最初に自身のキャリアビジョンを明確化する。ね、でその中において英語がどういう 役割を果たすのか、それを明確化する。そして、将来の、で、その将来から逆算して、近い将来のどの時点で、どの程度の英語力が必要となるか、それを4技能の観点から考える。ということで、まずビジョンを明確にする。で、それの実現のためには、いつまでに何ができてなくちゃいけないのか、ということを明確化する。それが原則論です。ただ、こういう原則論を言ってもね、ちょっとそのピンとこないと思いますので、今回はモデルケースとして、以下の2つのケース、こういうのを検討してみたいと思います。一つ目は、英語圏の国に行って働きたい。そして、現地の人をお客様、顧客とするか、あるいは現地の人のリーダーとなって仕事をしたい。こういう説例です。で、もう一つは、働くのはあくまでも日本国内ですよと。で、そこから、グローバルプロジェクトに参画したい。そういう人を考えてみたいと思います。はい。で、まず最初のケースを見てみましょうか。で、英語圏の国で働きたい人なんですけども、まず、このような人々に申し上げたいことは、こういうことです。現地の普通の人々、ね、一般ピーポー、こういう人たちは、一切配慮せず、厳しい目であなたの英語力を吟味し、そしてその英語力からあなたの能力までも測ろうとします。恐ろしい人々です。本当に怖い目を持っています。で、これそのアメリカとかイギリスの話ですると、ピンとこないと思うので、我々日本人もね、海外から来た外国人の日本語に対してかなり厳しい目を持って見ています。それは無意識的かもしれませんけれどもね。でそれの、私が強烈に覚えている例が2つにあるので、それについてちょっとお話ししたいと思いますと、最初のこの林真理子さんとアグネスちゃんっていうのは、これ今から20年か30年かね、そのぐらい前の話だと思います。で、2人の間でちょっと論争、バトルが起こってまして、子供を会社に連れてっていいのかいけないのかっていう、そういう、もともとはそういうバトルでした。でもちょっと林真理子さんの方がヒートアップして、で、なんかの週刊誌、朝日かな、そのあたりで、こんなこと言ってました。私これ読んだときびっくりしたんですけどもね、あの日本語で本当に大学で教えられるのか。こういう、批判をアグネスちゃんに投げかけていました。で、アグネスちゃん、当時はね、その信州大学でなんか講座を持ってたんですけども、あの日本語って、アグネスちゃんの今の日本語も、当時の日本語もそれほど変わらないんですけれども、何がおかしいってやっぱ発音ですよね。発音がおかしい。そうすると発音がおかしいだけでまずあの日本語って言われちゃうし、で発音がおかしいことで大学で教えられるのかどうか、そこの資質までも問われてしまう。こういうちょっと非合理的な恐ろしい目で、見てくるわけなんですよ。それからもう一つの例は、これはつい最近ですけども、プレバトっていうなんか芸能人のいろんな趣味をね、こう評価するような番組があって、で、浜ちゃんが司会で、パックンが俳句の会で出て、で、パックンの俳句ってすごくって、厳しい俳句の夏井先生がもうものすごい褒めて、特待生とかね、そういうところまでレベルに行った人なんですけども、で、その浜ちゃんがパックンに対してですね、お前いつまでも片言やなって言ったんですよね。で、ちょっとびっくりしてね。何がおかしいかというと、パックンの発音、たまに日本語の発音おかしいとか、その外人っぽい時ありますよね。で、これもちろん、お互い芸人ですから、その芸人同士のツッコミとして捉えることもできるんですけども、このパックンがいつまでも片言やなっていうことに対して、テレビ見てる人が何らかの共感ないと、このツッコミって成立しないと思うんですよね。
で、片言ってその俳句みたいな、その繊細な日本語も使い分けられるのに、片言って言われてしまうゆえんってのは何かというと、やっぱ発音なんですよね。なんで、ちょっとこういう、非合理的な、厳しい目で、まあ、ずけずけと見てくる。そしてそれであなたの仕事の能力までも推し量ろうとしてしまう。そういうところがあるので、したがってこういう人たち、英語圏の国で働きたい人たちは、相当英語の発音を高いレベルに上げておく必要があると。で、上げておくことに越したことはないと思います。なので、具体的にそれをね、申し上げますと、もう発音記号と、それからリンキングの規則、単語と単語をつなげて読むときの規則ですね。それはすべてマスターしてください。これがこういう人たちの具体的な目標です。すべてマスターしてください。で、まあ、すべてマスターしてください。で、いいんですけれども、まあ、何らかのロールモデルが欲しいという方は、その英語の非ネイティブで大企業の CEO となった、まあ、これ両方ともインド人の方ですけれども、インドに女性でペプシコの CEO になった方で、こっちは有名、まあ、今結構知ってる方多いと思うんですけど、スンダル・ピチャイ、その Google& アルファベットのその CEO ですね。こういう方々をそのまあロールモデルとすると良いと思われます。で、こういう人たちのその英語は YouTube で簡単に見れますので、インタビュー動画なんかを参考にしてみてください。はい。で、次のケースですね。そんな海外に行くなんてこと考えてませんよ。日本国内で英語を使いたいですよという人なんですけれども、こういう人たちはですね、まあ、まず、まあ、そこそこ甘くてですね、日本国内で働く外国人ビジネスマンは、ジャパニーズ・イングリッシュに対して配慮があって、で、専門性が高い分野であれば、例えばまあ何でもいいですけども、会計でも金融でも、それから IT でもいいですけども、そういうまあジャンルだと、専門用語がその決まってくるので使われるね。そうするとお互いに理解し合えると、そういう点があります。そして、まあ、外国人がそのまあ日本に来ている場合って、その多くの場合、そのまあ日本の会社で働いている場合には日本人が上司であったり、それからあるいは外国の企業が日本の、まあ、法人に、がお客様と、そういう場合もあったりするので、そうすると立場的にね、日本人の英語はなんかおかしいよっていうふうにディスる立場にないわけなんですよね。で、あともう一つですね、その英語っていうのは、そのまあもはやその英米人だけのものではなくて、グローバルコミュニケーションツールなので、お国なまりに対してその寛容ですと、そういう潮流もあります。時代的な潮流があります。私なんかもね、結構そのいろいろ海外とのテレカンとかっていっぱいありましたけども、シンガポールの方はそのまあシングリッシュという、まあ独特のなまりのある英語を使う。で、インド人のね、方が使う英語のアクセントっていうのは、皆さんもまあ多くの方馴染みがあると思いますよね。なので、我々だって別にジャパニーズのお国なまりバリバリ出したっていいわけですよ。なので、こういう人たちは英語の発音はネイティブ並みを目指す必要は全然ないです。で、そこそこを目指せばいいです。でも、具体的にそのそこそこのレベルを指南する人も、そういうものが少ない。なので、これから私がそれを以下の、次のスライドでですね、お示ししたいと思います。はい。ではですね、英語の発音で目指すべきそこそこのレベルということで、日本にいる人は、まあ、英語の発音はね、そこそこのレベルでいいですよ、というふうに申し上げました。で、じゃあそのそこそこって具体的にどのぐらいですかっていうことに関してお話をしていきたいと思います。まず最初に、まあ、方針なんですけれども、リスニングで聞き分けられる状態で、それを目指してください。で、なんでいきなりね、発音の話をしているときに、リスニングの話が来るんですかっていうことですけれども、この背景には音声知覚の運動理論っていうのがあって、まあ、ちょっと小難しい言葉ですけれども、どういうことかというと、その正しく発音できないものは正しく聞くこともできないっていう、そういう理論があるんですね。ですから、リスニング上で何言ってるかよく分からないなっていう場合には、まずそれを言えるようになってみるっていうことが、リスニングの近道だったりすることがあるんですね。なので、リスニングが聞いて聞き分けられるような発音のレベルを目指すということがまず最初の一つと、それから言いたいことが相手にはっきりと伝わるレベル、これを目指すということが大きな方針で、で、それから子音と、じゃあ母音はどの程度のレベルを目指せばいいんですかっていうのが次に書いてあることです。子音に関しては、まず L と R と TH の音で、この TH の音っていうのは2種類あって、有声音と無声音。有声音っていうのは、これ、this、あれ、that の時に使うような th の音ですね。で、それから無声音の代表的なものとしては、ありがとうの thank you なんかがありますよね。これはマスターしてください。ね、そこそこのレベルといえども、これは全部日本語にない音です。ですから、これはマスターしてください。っ
ていうのがまず1点目です。で、L と R は日本語だと、そのまあ、ラ行が比較的近いのでね、やってますけど、全部違う音ですよね。ですから、L と R、ね、これはしっかりと言い分けられるようにならないといけない。それから、まあ、TH の音は、これも日本語じゃないので、カタカナの作業と座業、ね、これで代替させてますよね。なので、そうすると、聞き分けられなくなってくる人が非常に多いんですよ。例えば、考えるという動詞は、think です。そして、沈むという動詞は、sink です。ね。think, sink, think, sink。どうですか？聞き分けられますか？で、これもし、どっちも似てるじゃんとかって思ったら、やっぱりこれはしっかりと取り組む必要がありますから、ね、L と R と TH の有声音と無声音。たった4つです。これは日本語にない音、子音で習得してください。ね。はい、そして次ですけども、日本語の五十音って必ず、例えば、かきくけこみたいな形で、必ず母音が伴ってますよね。で、それを母音を伴わず、子音単独で発音できるようにしてください。ね、これ、後の母音を抜くだけですから。で、他の子音単独、ね、その子音は発音できてるわけですから。例えば、それっていう、いっとだったら、で、いっとって言ったら、その、最後に母音のおがついてますよね。それはダメです。なので、it's、it's っていう形で、子音単独で発音できるようにしてください。はい。そして、まあ、カタカナ英語ってね、どうしてもそのままカタカナを英語で話してるときも、そのままカタカナで言ったりすることが多いんですよね。で、それは、まあ、一時期私も厳しく言ってたことがあるんですけども、まあ、伝わらなかった場合のみに改善すればいいと思います。例えばね、よくあるのが、システムってね、そのまま言ったりしますよね。で、私はシステムエンジニアですっていうときに、システムって言ったりしますけども、英語では最初の子音は、シじゃないですよ。スですよ。だから、システム。微妙に違いますよね。でもまあ、この辺ってまあ、伝わればいいかなって最近思うようになりました。次のね、チップってアメリカにいるときにチップで払ったりすることありますよね。で、それは、チップです。で、チップって半導体の方のね、チップは、チップって発音して、アメリカでそのまあ、食事するときに払うのは、チップ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 。これはね、2つの言葉がね、2つの発音が存在するので、おそらくカタカナだと伝わらないことがあるので、こういうのは直した方がいいのかと思います。あと、それからストラテジー。これね、まあ、ストラテジーってカタカナではそうですけども、英語で言うと、ストラテジーってことで、このスの後にも、との後にも、この母音ないですよね。ストラテジーっていうふうに言いますよね。だけども、これもまあ、もしストラテジーで通っちゃって、通じるような気がするんですよね。日本に来ているビジネスマンを相手にするならば。なので、この辺は相手を見ながら、カタカナ英語はもし伝わらなかった場合に、正しい発音を確認して改善する。そういうようなスタンスでいいかと思います。はい、じゃあ次、母音を見ていきましょう。母音なんですけども、まず二重母音ってありますよね。どういうのかっていうと、例えば、home。これは、音、うが来てますよね。つなげて言う発音ですね。で、make。これは、え、いがつながってますよね。で、ice。これは、あといがつながってますけれども、二重母音は基本的にも、あいうえお、日本語のあいうえおの組み合わせの認識で結構です。だから、まあ、楽ですよね。あいうえおのそのままでいいんですよ、というふうに思っておけば結構です。で、これちょっと、まあ、余談というか知識ですけども、語末にいがつく単語って結構多いですよね。で、そのいっていうのは何かっていうと、これは二重母音として、前の母音を読んでくださいと。そういうようなサインです。ですから、い自体は発音しません。ね。メイクっていうのは、これ最後に終わりに E がありますけれども、ここを二重母音として読んでくださいっていうサインなので、この E 自体は発音 しません。で、これ覚えておくと結構単語を発音するときに楽なことがあるかと思いますので、一応ちょっとまあ、付属的な知識としてご紹介いたします。で、絶対にやらなくちゃいけないのは、あに紐付けられる、日本語のあですね。日本語にあに紐付けられる母音ってすごいたくさんあるんですよ、英語で。で、これは言い分けられるようにしてください。例えば、心臓、まあ、心の heart と、それから傷つけるの hurt。heart, hurt, heart, hurt。違いわかりますか？もし違いわからないようであれば、必ず言い分けられるようにしなくちゃいけない。で、帽子の hat と小屋の hut。hat, hut, hat, hut。これ日本語にしたら hat、両方とも hat。それ以外書きようがないですよね。
でも全然違う意味になりますので、ここは言い分けられるようにする必要があるということです。で同じように、そのおに紐付けられる母音は、まあ、いくつかあるんですけども、これはまあ、あができたら、そのまあ、後に、その優先順位を次に回して、取り組めばよろしいかと思います。で、い、う、えに紐付けられる母音っていうのは、そのままで通じます。なので、日本語のい、う、えで、まあ、いいと思っておいて結構です。例えば、それの it ですけども、日本語のね、いで、it、it で結構です。正しく発音すると、もう少しえよりで、it, it, そんな感じですけども、it, it, でも全然通じますから、それで結構です。ね、母音に関しては、あに紐付けられる母音、これの言い訳をできるようにするというのが最難関のまあ課題です。でも、そんなにたくさんね、やること思ったより少ないですよね。整理するとね、そこそこのレベルを目指すのであれば、ここが一番難しいというだけです。はい。はい、さて、それでですね、英語の発音で、まあ、目指すべきレベルは分かりました。で、いざどうやって学習したらいいかということなんですけれども、やっぱ独学はね、ちょっときついんじゃないかなと思います、英語の発音については。誰かがあなたの発音はいいですよ、あるいはそこはダメですねって強制してくれなくちゃいけない。なので、そういう強制するコーチを、まあ、お金を払って雇って習得するというのが最も効率的かと思います。でその時にどういう人が望ましいのか、望ましくないのかっていうのをしっかり分かってなくちゃいけないですね。っていうのは結構なお金やっぱそのまあ単価取られますので、吟味して選ばなくちゃいけない。で、まず英語の初級者の場合ですけども、一番望ましいのは日本語と英語の両方の発音がまあ一定水準に達していて、で、発音の矯正の経験がある人。こういう人が一番望ましいんですね。で、よくですね、英語のネイティブ、ね、だから、まあ、海外からやってきて、で、全然日本語は喋れないけども、英語のネイティブの先生。で、そういう先生だと、まあ、発音のチェックはできますし、それから正しい発音を示せるので、いいんじゃないかと思う人がいるかもしれませんけども、日本語をね、分かってない人だと、日本語の発音構造を理解してないため、効率的に教えられないんですね。で、これどういうことかっていうと、例えば皆さんが、アメリカ人に日本語の発音をしているということをちょっと想像してみてください。ね、例えば、そのアメリカ人って、ラーメンっていうのをね、ラーメンって言いますよね。ラーメン。私、ラーメン好きです。ラーメン好きですって言いますよね。で、ラーメンのラって明らかに日本語のラ行と違いますよね。で、そういう時にどうやって皆さんだったら教えますか、例えば、こんな感じになると思うんですよ。で、ラーメンじゃないんですよ。ラーメン。ちょっと真似してください。ラーメン。で、またその生徒が、ラーメン。違うんだよね。ラーメン。ラーメン。っていうことで、多分ね、正しい発音を言うことしかね、やることがないと思うんですよね。ところが、もし両方の言語に通じてる人、発音に通じてる人がいたらどうなるかっていうと、日本語のラ行っていうのは、実を言うと英語に近い音があって、フラップ T。っていうのが近い音なんですね。フラップ T って何かっていうと、例えば、起きるという、まあ、単語、get up。それを続けて言うと、get up、get up。ね。あれと同じです。あともう一つの有名な例だと、let it go、let it go、let it go って言いますけどもね。それと、そこの真ん中の音のが一番近いんですよと。ね。フラップ T の音と、非常に近いので、それがラ行の音に近いです。っていうと、ものすごいそのまあ外人はそのラ行のまあ習得がすごく早くマスターできるんですよね。なのでこういうふうに両方の発音構造を分かっている人でないと効率的に教えられません。特に母音なんかもね、例えば hat、ね、帽子っていう動詞があります、ごめんなさい、名詞がありますけれども、それを私その hat の a の口を教えるときに、a の口であって言ってみてください。そういうような言い方をします。あくまでも日本語の母音から出発して教えます。そうしないと、英語のこの口を作って、それだけを教えるとものすごく難しいので、あくまでも日本語を取っかかりにして、そこから英語に持っていった方が全然まあ分かりやすいので、なので日本語と英語の両方の発音が一定水準にあって、発音矯正がある経験になる人。そういう人を選ぶと一番望ましいと思います。一番ダメなのはね、この英語の発音を習得してない日本人講師ということで、もちろんそういう方いっぱいいらっしゃって、例えばそういう方の中には、もうものすごい翻訳の対価で、私もとても及ばない方だったりとか、文法がものすごくうまく教えられる方とかいっぱいいて、それぞれの分野でね、
まあ、強みが発揮されているから、そういう方はそういう分野で教わればいいのであって、発音に関してもしダメだったら、その人から教わるべきではないですね。なので、まあ、例えばその方のばあさんとのスコアを教えてくださいとかっていうことで、チェックしてみて、発音があまりにもよろしくないようであれば、その方からは発音に関しては教わるべきではない。ただし、文法だとか、翻訳だとか、そういった分野で、まあ、教わるべきことがいっぱいあること、先生であることは確かだと思いますけどもね。で、まず最初はこんな感じなんですけども、だんだん上級者になってきたらいつまでも日本人から、ね、教わっててはいけません。ね、英語のネイティブのみが教えられます。例えば、役者を目指している方なんていうのは、方言とかね、そのアメリカだったらその西部と、それから中部と東部で全然その英語の発音違ってきますから、そういうことを教えられるのはもうネイティブだけです。なので、もうそこのレベルに達したら、先生を変えて、ネイティブに変えると。で、他の人はもう日本人だったらもう全然ダメです。そういうような形で、先生をしっかりと選び取って、自分の目標達成をすると。そういうような学習の仕方が必要になります。はい。ということで、今回ね、どうでしょうか。普通のビジネスマンである私が、どの程度の発音のレベルを目指したらいいか、具体的なイメージちょっとつかめたのではないでしょうか、と期待しております。はい。では、以上になります。ありがとうございました。